こんにちは。クンスキンキャップのしっぽ編です。ではまた編図から説明します。編図は逆にあるとね、ちょっと混乱するかもしれないんですけれども、まず輪を作って、そこから鎖編みを3目立ち上げます。その後長編みをその輪の中に9目編み込んで、立ち目も入れて全部で10目になります。で、最後は引き抜き編みをします。その後2段目はやはり同じく10目、立ち上がりは鎖編みが2目です。で、その後、1段目の長編みと長編みの間に長編みを編んでいきます。引き抜き編みをしたら3段目4段目もずっと10目で同じように編みます。で、これお好みで長さと、あとしま模様をつけたりとか、しま模様にしないでただの無地にしたりとか、好きなように、ただ10目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 と編んでいきます。好みの長さのだいたい3分の2ぐらいになったところで最大の難関がやってきます。ここで減らし目をするのですが、立ち上がりをした後1目長編みを編んで、その後の、2目目と3目目で減らし目をします。その後3目長編みを編んで、またその次の、2つの目を一緒に編んで、で、その後に長編みを1つ編んで、引き抜き編みをして減らし目の段を終わりにします。この最大の難関が終わると8目になります。この後は8目のまま好きな長さだけ編みます。編み図は以上です。それではヤンを使って説明していきます。ヤンはグレー系をどんぶり1杯、黄色系をどんぶり1杯用意しました。まず輪を作って、そこから作り目をします。ここでぎゅっと絞って、このあと鎖編みを3目編みます。この輪の中に長編みを9目編み入れます。9目まで編めたら、ぎゅっと糸端を引いて輪をつぼめます。で、このあと引き抜き編みをして閉じるんですが、私はここでちょっと糸を変えたので、糸を変える方はここで糸を変えます。そしたら鎖編みを立ち目、2目編みます。で、この先進む前にここで、糸端の始末の方をしておきます。この先ずっと編んでいくと、ずっと細くなって細長くなって手が入りにくくなりますので、ここの段階で糸の始末をします。一応ね、糸を変えたので、これを2回交差させて、縛りました。ここではね、とじ針は使わないで、このまんま尻尾っていうか糸先も切らないで、尻尾の中の空洞に残しておきます。一色で編んでる方はここでとじ針を使って、固く留めて、糸端は切らないでそのまま残しておきます。そしたら、立ち上がりのその下の長編みの両側に指を入れて、その、左側の方の空間に長編みを1つ編みます。そしたらまたその隣の長編みと長編みの空間に長編みを編んでいきます。これでずっと、10目編みます。
10目というのは、立ち上がりも入れて10目ですね。で、最後までぐるっときたら、最初に指を入れたところの右側は編み入れしないので、このまんま、引き抜き編みをしますが、私はここでまた糸をグレーの方に交換しますので、ここの引き抜き編みの時に糸を交換します。こんな感じになります。そうしたらこの先は、また同じように鎖編みを2目編んで、その前の段の長編みと長編みの間に1目ずつ長編みを編んで、全部で、10目にします。これを好きな長さまでずっと、続けていきます。だいぶしましまで長く編めてきました。ここで一旦、しまをやめようと思います。尻尾のしまなんですけれども、途中間違えてるんじゃなくって、わざと黄色を2段編んであります。この後はグレーで編んでいこうと思っていますので、ここで黄色い方は糸を切ります。で、この糸を切った後にまた細長くって、手が入らなくなりますので、ここで黄色の糸の糸端のね、始末の方をしておきます。一旦ハサミで切って、ここではとじ針を使って固くね、ちょんちょんと留めときます。ちょっとね、このグレーの方が抜けちゃうといけないので、洗濯バサミでね、ちょっと留めておきます。で、とじ針ですね。とじ針は、このキャットヤーンのテープの部分に通る太さのものを使います。で、ここでまたこのテープに通るようにしっかり留めておきます。このね、テープに入るとこう手応えがあるんですね。なんかね、ちょっと固く手応えがきますので、あ、来た、ここでね、ぐっとギュッ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 とね、手応えを感じて、で、残りは中に突っ込んでおきます。これで、今度はグレーの実で編み始めます。もうちょっとね、このまま10目のまんまで、編み続けようと思います。もうね、ふわふわ、手触り最高です。では、ここから減らし目をしようと思います。まずですね、同じように鎖編みを2目編んで立ち上がります。その次の目に長編みを1目編みます。そしたらその次の目と次の目で1目減らし目をします。まず糸をかけて、最初の空間にかぎ針を入れて糸をかけて引き出して、2つの目を引き抜いて2本かぎ針の上に残します。そうしたらまた糸をかけて、次の隣の空間にかぎ針を入れて糸をかけて引き出して、2つの目を引き抜いて、かぎ針の上に糸が3本になります。そうしたら一気にこの3本を引き抜いて、1目にします。これで1目減らし目ができました。そしたら次は長編みを
それぞれ一目に一目ずつ3回編みます。そうしたらまたその次の目とその次の目を一緒にして一目減らし目をします。で、糸をかけて最初の目にかぎ針を入れて糸をかけて引き出して2本引き抜きます。そうしたらその隣に糸をかけてかぎ針を入れて糸を引っ掛けて引き抜いて、2本ですね、引き抜いてかぎ針の上に糸が3本になったところを一気に全部引き抜いて1つにします。その後長編みを1つ普通に編んで、そうするとこれで引き抜き編みをして、減らし目の段は終わりになります。この後はまた同じように、ずっと増減なしで好きな長さまで編んでいきます。各段の目は8目になります。18段まで編めました。これでね、私はもういいかなと思いますので、これでおしまいにしたいと思います。ここのね、引き抜き編みの継ぎ目の部分を内側の真ん中にしたいなと思いますので、ここで、半分に折って、この引き抜き編みの部分が後ろの真ん中に来るように半分に折って、でその後その反対側ですねの真ん中あたりにかぎ針を入れて引き抜き編みをします。最後に鎖編みを1目編んで、ここで、絞って糸を切ります。この糸を使って帽子に閉じつけますので、ちょっと長めに、切ります。こんな感じでできました。帽子を持ってきて、とじ針を用意して、帽子につけます。赤いマーカーをねつけたまんまにしとけばよかったんですけれども、どこが継ぎ目になるかなと、継ぎ目をね一番後ろにして、帽子の真後ろにして、そこの下に、尻尾をつけようと思います。尻尾がねしっかりつけないと緩んできてみっともないかなと思ったので、真ん中から右、それから戻って左で、また、真ん中に戻っておしまいというように閉じていきます。最後の糸端もしっかりキャットヤンのテープの中に食い込ませて、あ、来た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 。これで余分な糸は切ります。じゃじゃーん。やっとクースキンキャップができましたー。尻尾付きです。いやー、もうキャットヤンのおかげですね。こんなの作れるのなんてね、夢にも思っていませんでした。このクーンスキンキャップのクーンっていうのはラクーンのクーンを取ってるんですけれども、この写真のオポッサムっていう動物もいて、これでもね同じような帽子を作っているんですよね。昔アメリカのテレビドラマで、ダニエル・ブーンっていう人がこの帽子をやっぱりかぶっていたんですけれども、それで
この帽子のことをダニエル・ブーンハットともね呼ぶんですよね。ダニエル・ブーンさんはね、昔のあのウェスタンのヒーローだったそうなんですね。ビューティフルサンデーをヒットさせたダニエル・ブーンはそこから名前を取ったそうです。で、知ってるかな。だんだん何の動画だかわからなくなってきましたけれども、クンスキンキャップの編み方いかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきましてありがとうございます。それではまたねー。